落酸菌は、落酸を産生する細菌を言う。長寿や免疫との関連、最近では、新型コロナとの関連が注目され、プロバイオティクス及びプレバイオティクスのターゲットとして、注目される。落酸菌優位な腸内環境は、パイエル板での調節性 T 細胞の分化を促進し、全身の免疫機能を調節する。また、健康長寿の老人は、 落産菌が優位であるという報告もある。また、落産菌優位な人は、新型コロナの重症化しにくいという。代表的な細菌としてクロストリジウムブチリカムが掲げられる。動物の腸内にはもともと存在する菌である。落産を生成するクロストリジウムブチリカムは、変性腱気性が方形性グラム陽性肝菌である。クロストリジウムブチリカムはクロストリジウム属の タイプ種でもある。画法の形で環境中に広く存在しているが、特に動物の消化管内常在菌として知られている。日本では宮入菌と呼ばれる株が有用菌種として著名であり、画法を製材化して成長剤として用いられている。その一方で、醸造食品の劣化の原因になり、また天然には E 型ボツリヌス毒素を産生する株があり。 稀ではあるが、食中毒の原因ともなる。なお、クロストリジウム属及び禁煙の細菌には、落酸を生成するものが数多く知られている。クロストリジウム属以外の落酸を産生する細菌は、ユーバクテリウム、ビュートリバイブリオ属、フソバクテリウムなどがある。腸内細菌が産生した落酸が、ヒストンのアセチル化を促進し、P21 遺伝子を刺激し、細胞サイクルを G1 期で止める、タンパク質である P21 が、大腸癌を G1 期に止め置き大腸癌を抑制することが、指摘されている。落産性シゲヨシが高いビュートリバイブリを、ファイブリスルバンスをマウスに投与したところ、落産性性量が増加し、発癌物質で誘発した、大腸前癌病変の形成が抑制され、大腸癌を予防、抑制する、可能性が指摘されている。 食物専用リゴ糖、ポリヒドルキシラクサンポリフェノールラクサン菌はラクサンを大腸管空に放出するが、一部はパイエル板においてマクルファージを活性化する。このマクルファージは、未分化の T 細胞を調節性 T 細胞への分化を誘導し、全身の免疫の過剰を抑制する。したがって、ラクサン菌優位な腸内環境は、全身の免疫系を調節する能力があると、 考えられている。この作用により、I 型アレルギーや、リウマチや骨粗症症などに対して予防、または治療効果があると期待されている。新型コロナ感染との関連も指摘されている。腸内細菌層の崩壊が重症化へのリスクを増加させることが指摘されている。特に落産菌の消失が大きな鍵であることが明らかになっている。したがって、 落産菌を増やす食材を積極的に摂取し、腸内細菌相応を落産菌優位にしておけば、新型コロナに感染しにくいか、または重症化しにくいと考えられる。腸内細菌の中で、落産菌は、乳酸菌と共に腸寿との関連が注目されている。長寿者が多い教団後に住む高齢者の腸内細菌を解析したところ、落産菌が多く検出されることが分かった。 理科学研究所と京都府立医科大学が共同で行った京丹後長寿古法と研究が有名である。長寿者の多い地域である京丹後市と対象群として京都市に住む65歳以上の人の腸内細菌を調べると統計的に有意差のある腸内細菌のトップ4を占めたのは全て落産菌だった。大腸の難病の一つである海洋性大腸炎や クローン病との関連が指摘されている。海洋性大腸炎の患者では、落産菌の一群が特に激減していることを発見した。さらに、フランスのフィリップ・ラングレラのグループは、フィーカリバクテリウム・プラウスニッチはほとんど消失していることを発見した。さらに、これを海洋性大腸炎モデルのマウスに摂取すると、海洋性大腸炎に対して優位に耐性を、 獲得することを見出した。最近では、フィーカリバクテリウムプラウスニッチは次世代のプロバイオテイクスと期待されている。ケトン食によって、ケトン体濃度を持続的に増加させると、腸内細菌層が落酸菌優位になる。これにより調節性 T 細胞が活性化し、アルツハイマー病などの生活習慣病を抑制する。またポリヒドロキシラク酸などのケトン供与体によって、 落参金を増加させることが可能である。ありがとうございます。